上小谷村は秋田県の中央部に位置する村である。山地河川が秋田県の市町村の中で最も人口が少なく最も高齢化、過疎化、空洞化が進んでいる。2007年から2009年にかけて過疎化で人口2000人程度と少ないのに、毎年の自殺者が4人から5人も出ており、10万人あたりの自殺率に換算すると150ポイント前後と、 極めて高い値となっていた。このため、村では2010年度から自殺予防への取り組みを行う集落に助成する制度をスタートさせた。その成果もあってか、2010年の村内の自殺者の数はゼロとなり、東日本大震災があった翌2011年も自殺者は一人と以前と比較して自殺率は改善しているが、総人口に対する 自殺者の数としては依然として高い値となっている。また、合わせて、少子高齢化に対応するため、小宝祝い金制度を実施している。転勤による移動者、里帰り出産を除く村民に対し、第一子から出産時の一時金及び、第三子から月ごとに支給する制度で、一人当たりの支給最高額は、第四子以降が6歳まで、村内に在籍した場合で、 合計272万円支給される。某住山が主弦の場として開かれていた頃、某住山一帯を支配していた高倉長者という族長がいた。その長者に立子という一人娘がいた。この娘の婿は兄と言ったので、人々は彼のことを兄伝と言った。ところが婿をとってしばらくしたら長者に男子ができた。長者は後に、 財産の争いが起き、血を見ることがないようにとくじ引きで土地を分け与えることにした。その結果、娘婿の兄伝は、米が、沢、実子は、鎌が沢に住みそれぞれの地を支配することになった。その後、二人は奥地を切り開き、娘婿は、大兄といわれる、非立内地区まで、実子の方は、小兄と呼ばれ、剥ぎ形までをそれぞれ支配することになった。 沖伝面集落の名前の由来は、昔、川西の宮山に、大樹が折れた霊木があった。木こりはそれに締め縄を貼り付け祀ると、上の締め縄は、白髪のように、下の締め縄は、白髭のように、そして木肌は風雨にさらされて、紅白の色をなし、幹は、鉄や石のように、硬く、節や小布が自然に目鼻工事の形をして、おじの面のようになったのを後年村の名とした。 ある時、一人の構想が来て、その霊木なるを感じて、霧観音像を掘って、そこに祠を建てた。村はこれによって繁栄したというものである。この説はも、某隅山昔物語や、某隅山古伝記などの某、隅山の伝説の一部として語られていた。菅江雅美はこの霊木の絵を残している。上小阿村を代表する、また集落は、沢と萩で、 金ア兄マタギなどの狩猟民によって切り開かれた。萩形は1966年、県営第一号となる、萩形ダムが完成したのをきっかけに離村。一方、八木沢は2009年春、集落ただ一人のコローマタギである、佐藤良造が鉄砲を返納し、制御とするマタギ集落が消えた。萩形マタギ萩形は1822年、 約10キロ北東の肝臓や猫のマタギによって開かれた。1700年代に入り、菅井増美沖菜のガツのオロチネにアニマタギが移住以前にマタギ小屋や祠があったとされ、当時は1年の狩猟によりて生計を立てたとされる。手法、太平山を背に大宇山脈を旅するアニマタギの砦でもあり、戦前はバンドリアテンなどの毛皮が、 軍向けに高く売れた時期もあり、またギを制御とする狩猟文化が盛んであった。1966年、秋田県営第1号となる萩形ダムが完成したのをきっかけに、約10個が水没し、残りの30個ほどの住民も、故郷を後に、方々へ散った。集落の外れに、1969年に村の消滅と共に建てられた離村記念碑に、 当時の課長たち38人の名が刻まれ静かに、佇む。八木沢ワマタギや北県上小谷村八木沢集落。2010年3月撮影。八木沢集落は1813年、旧北秋田郡、荒瀬村猫のマタギが移住して、地域共同体に定着している。猫は、マタギ発祥の地とされ、大むかでを退治して、小一くらい、左四明人の位を授かった。 万事、万三郎を思祖に仰ぎ、狩猟文化を守り続けてきた。厳しい長男相続性のために、よそに移り住む、次男三男が多かったことなど、マタギ文化が広範囲に拡散されている。1805年、民族学の祖と言われる、菅井増美は、マタギの里として知られる奥兄地域を縦断し、マタギの習俗や伝説などを、三壁の鎧などに書き留めた。 山一つ越えると、猫という集落があった。この村は皆、マタギという冬狩りをする両人の家が軒を連ねマタギの頭の家には、古くから伝えられる巻物を秘蔵したとしている。菅江雅美が、奥、兄を訪れてから8年後、八木沢集落が誕生している。村田徳介山田三之助、佐藤七左衛門の3県が定着する。この集落は、 近世の江戸時代から、では丘陵、大宇三役での狩りをする狩猟民の中継地点であった。冬場は宝雪に見舞われ厳しい自然環境の下、狩猟が盛んに営まれた。山の神に対する厚い信仰を持ち、俗信、近畿があった。昭和30年代、民族文化の大きな転換期を迎えて、伝統的な信仰、行事、修俗、 芸能に至るまで大きく変化した。小さな一地域の民族文化の開廃。鉄砲も槍も、どこの家にもあった。みんなが、マタギ、自分で鉛を溶かし鉄砲の玉を作った。しかし、マタギ集落も高度経済成長とともに、若者が流出、過疎化による後継者不足となった。そして、ついに2009年春に、集落最後のコローマタギ、佐藤良造が、 所持許可証の有効期限を半年残し、鉄砲、北秋田警察署に返納した。日本の民衆の文化、狩猟伝承を保持してきたマタギ集落が惜しまれながらも消えていった。わずかに残された伝承や信仰、俗信近畿などを語る者は、心のみとなったという。近世から狩猟をなし、マタギの変貌を物語る者に、同村、 不動羅集落の山田三郎司所像のまたぎ飛カがある。この巻物は高野派の山立由来のことと日光派の山立根本巻とが同一館内に収まり、山立由来のこと山立根本巻という名称になる。現存しているまたぎ文章はいずれもルフ社本の類いであり、原本は不明である。上子兄村のまたぎ集落は八木沢と萩方である。 このマタギ文章はそこから出たものとされるが、この文章が実在する限り、ヤギサはハギ型のマタギは、その伝承正常においてかなり形外化されたものだったに違いない。その証拠に両集落は、臨地兄町から両派の流れを組むマタギたちが住み着いていたからだった。村長2008年以降、村唯一の医療機関である、上小ア村国保診療所に医師が定着せず、 村井の批判の声が高まっている。週刊プレイボーイの報道によれば、個々の医師の退職にはそれぞれ異なる事情があったと、される。経緯長年同村に勤務していた医師が、定年退職したのに伴い就任した医師 A が2007年6月に、がん退職したことから、上小兄村は、医師の公募を開始した。2008年3月、 壁治療に20年間の従事経験のある医師 B が、この村が、医師として、最後の勤務地。人への愛情、興味が尽きない限り、診療を続けたいと、同年2月に着任したものの、村人からの嫌がらせにより、4ヶ月で G を表示し、着任から6ヶ月で退職した。その後、二千九年一月に、離島や大陽国で医療に従事した経歴を持つ医師、C が、 新たに着任するも、C も、翌2010年3月に G を表明、公認が見つかるようにとの理由から2011年3月をもって離職すると発表した。この G 表明の直後、数多くの村民からの移住、村当局による改善策の申し入れにより、一度は G は撤回されたが、2010年9月に C は再び退職願いを提出し、2011年2月下旬受理。 されたさらに村の公募に応じて、北海道北見市から2011年6月に、赴任した医師 D も、2012年5月に村に G を伝えた。上子兄村は2012年10月1日、D は10月12日に退職し、同日付で、北海道帯広市の医師、西村勇が診療所の新所長に就任すると発表した。しかし、 西村も着任から一か月来たらずの11月6日までに村に辞意を伝えている。理由は体調を不良としているが、これにより、医師が4人連続して不妊後1年以内に辞意を示すこととなった。2012年11月22日、前北秋田市長の岸辺昇が所長に就任し、診療を再開した。村は公認が決まるまで、 当分の間、診療を続けてもらう方針であると発表した。しかし、2013年4月30日付で、岸辺も退職することが判明。公認については4月26日現在未定で、公認が決まるまで、週1回泌尿器科の診察に当たっている医師が臨時で、所長に就任し、岸辺が担当していた内科、外科については、 1> 週1回外部から招聘した医師が診察に当たるとしていた。2013年8月19日、かつて診療所の前身に当たる施設で勤務した経験のある内医会のリュウカズオが常勤医師として着任した。背景壁治療のベテランを含む3人の医師が相次いで短期間に辞職している背景には激務によるものだけでなくモンスターペーシェントによる嫌がらせなどの問題行動。 およびそれに真摯に対応しなかった村役場の姿勢にあるとされている。読売新聞は患者の問題行動について一家のように報じている。村当局の対応当時の上子兄村長だった小林弘明は医師を攻撃する不心得者の村民は5.6人に過ぎないことを確認しているとした上で、このような状態が続く限り当局がいかに努力しても 我が村は医師に権限され、姉妹には、無意村になることも大いに考えられますと述べた。医師 C の辞表示の後、村当局は急遽改善策を申し入れるが一旦、誇示される。また、同村の広報誌、広報課、巫女兄2010年3月号では、重要事項として、有能で、献身的な医者を安定的に確保することを挙げた。C は一度は人を撤回し、 上子兄村の無意村化は回避されたが、最終的に退職願いは受理された。しかし、村民の医師に対する接し方及び、村当局の対応は改善することもなく、2012年5月には、医師 D も、辞意を表明している。医師 B は、村の広報誌にて、村執行部の医師に対する見方、接し方、処遇の仕方の中に、医師の頑張る意欲をなくさせるものがあった。 次の医師が見つかっても、その人も同じような挫折をすることになりかねないとのコメントを残している。奈良県立医科大学健康政策医学講座による現地調査研究内容が2014年日本、衛生学会、2016年日本、公衆衛生学会、2016年日本、臨床リスクマネジメント学会、2017年日本衛生学会で発表されている。 この研究は、公益財団法人とも新会の2013年度、研究助成金によって実施され、サンドカミコアに村を訪問し、村の診療所に赴任した医師、行政関係者、保健所長等に聞き取り調査を行い、報告書をまとめているが、インターネット上で噂となった村人による、医師いじめについては、完全には否定できないとしながらも、村人による、 医師いじめの証拠は見つけられないとしている。それ以上に村の執行部との合意形成の失敗が医師の退職につながっていると示唆している。その他の医療問題に2019年2月5日、龍和夫国保診療所長がインフルエンザに感染して4日間の休診を村内全校へ連絡したが、休診を知らせる前から診療所を訪れていた高齢者が薬の処方を要求、看護師が 柳所長と連絡を取り合いながら二十二人に処方箋を発行、その後も二月七日までに合計四十六人に処方箋を発行した。医師が診察せずに処方箋を交付することは、医師法に抵触し、竜所長と管理責任を問われた診療所事務長が処分された。上期民が病気によって診察できない状況にあるにも、かかわらず、代わりの医師が診察するなどの支援体制が、 整っていない医療体制の脆弱さが露呈した。2007年12月5日に指定金融機関契約の締結を行い、2008年1月4日から北斗銀行が指定された。これに先立ち、同行は村役場の真向かいにある道の駅か、三子兄の敷地内に与内沢支店が管轄する店舗外 ATM を設置している。JA 役と高野巣の上子兄支店は、 村役場に隣接し、上小谷郵便局は沖田面地区にあり、中心部には村役場の裏に小沢田郵便局がある。他の銀行、信用金庫、信用組合の支店、友人出張所は村内に所在しない。村内には鉄道は走っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、秋田内陸縦貫鉄道は北内陸線。 与内沢駅あるいは JR 東日本大本線の高野瀬駅。自動運転車2019年11月に全国初の自動運転車によるサービスが始まった。NPO 法人、神子兄村移送サービス協会が運営主体となり、道の駅、神子兄と村内3つの集落7人乗りの自動運転車が村内の3つの集落への3路線上に村役場、郵便局、 診療所など14の停留所が設けられる。運賃は200円。一部の区間では、他の車両や歩行者が通らないようにした上で、運転席にドライバーが座らない、レベル4の自動運転を行うという。一般国道主要地方道一般県道道の駅、八木沢またぎ狩猟用具有形民族文化財指定、第1号上小兄村教育委員会古来、日本民衆の狩猟用具は、 先人から受け継がれた文化を持ち、普遍的習俗が守られた。資料5点は、八木沢集落が、兄、猫集落から、移住以前から用いられたものとされる。いずれも、近世中期から後期。所有者は、代々のマタギを継承する佐藤良造で、先祖は、猫マタギの組頭全米から分家狩猟用具は、佐藤良造が所有した、近世後期の、 蔵に収蔵されていたものである。マタギクマ槍金星の秋田マタギの槍ではない。新潟県村上市三面の鍛冶屋で作られたと推測される。旧、朝日村三面マタギや新州、秋山号の秋山マタギが所持した槍と類似する。クマ槍は立ち前が所持したもので、断面は三角で溝があることから、三角槍とも故障。 熊漁で用いられたと分析される。マタギ槍金製初期から中期。アニマタギは盾と故障。アニマタギ漁具と同一。金製後期、猫村から移住以前から用いられたものである。一般的な槍で熊狩りなどに用いた。ひなわ銃が浸透する以前からの代表的な狩猟具であるが、鉄砲が普及した後も用いられた。 ひなわ銃の背負い袋金星末期とされ、旅またぎで用いられた。牛革で作られた鉄砲のケースでひなわ銃を入れた。背負い袋は冬狩りで、雪の上に置いても濡れない、凍らないなど、冠中のまたぎに適した。またぎまきり柄、長さ11センチまきりは、アイヌ語と共通。金星中期。熊や青などの大型動物を解体するための道具として用いられた。 刃は、鋼で、日本刀を改造したものとされる。新潟県岩船郡朝日村、三面マタギが所持したものと共通。マタギベラ金世中期。板屋製の雪ベラ。日本古来の狩猟用具の代表。冬狩りで、青葉で用いられた。青葉は毛皮を取るものとされ、槍を使わず、巻狩りでマタギベラで倒して取った。真ん中のくぼみは、 ひなわ銃が用いられた時に上端に重心を乗せ、安定させて撃つことができるようにくぼみをつけたものである。また、仮だけではなく、雪よけやぼんぼり作り、股に挟んで、急斜面を滑り降りる時等に用いられた。冬仮のマタギの必需品。金星、秋田マタギは、では三景で一つの文化圏を形成したといえる。八木沢集落は、金星後期、マタギの発祥とされる。 秋田軍大兄猫のマタギによって開かれた。狩猟用具は、集落のマタギ文化の特色を示すものだが、秋田マタギとの歴史的変遷、時代的特色、地域的特色など、集落の生活様式や様相を示すものであり、マタギ文化の歴史上、その価値を形成している。フルーツホーズキコハゼ。ありがとうございます。